今日は、7月25日火曜日、時刻はおっすごい、時刻は20時30分を回りました。 CA 部センジャクロス C スタジオ、今週はですね、私が、はい、MC を担当します上村と申します。よろしくお願いします。毎週火曜日はゲストを呼んで60分トーク番組なんですよ、はい、で1週目、2週目、3週目だって4週目は今までは高橋さんって女性だったんです。で美を追求して今までやってきたんですが、なんとびっくり、今度から来月からですよね、丸山さんが新 MC ということで、よっお願いします。でその MC になってもらう前にまずはご紹介しなきゃいけないということで今日がある。はいね、で今日は根掘り葉掘り聞いていく60分ですの で、はい、で皆さんの方からですねフレッシュで今日放送してますけども、その下にコメント欄がありますから聞きたい、はい、いろいろとねことを書いてもらいたいと思います。今早速会場の皆様もこれを聞いてやろうっていうその質問をぜひ入力していただければ嬉しいな。あ、なんか質問も来てる感じじゃないですか。なんか今印刷が今チェックしましたけども、メールでも大丈夫なんです、こちらね、はい、でもできればパソコンで見てますので、今からの方はフレッシュを見てもらってコメント欄入力すると皆さんのコメントが読まれますね、はい、そして優子さんにビシバシと聞いていきますのでよろしくお願いいたします。で、改めてじゃあその優子さんをご紹介させていただこうと思います。はい、まあ、Facebook 等でも告知をしておりますが、アナログな技術にこだわり続ける特殊印刷、株式会社安心堂の2代目承継予定者、はい、でも専務なんですもんね、もうね、そうです、はい、偉いん専務取締役でございます。そして自社の強みを生かし、フリーランスのデザイナーやクリエイターに向けた気軽に印刷試作ができる試作工場オープン、衰退の一途をたどる印刷業界でいかにして楽しく元気に長く生き残っていけるか、試行錯誤しながら自身の成長とともに企業としてのさらなる成長を目指している、そんな丸山優子さんを今日はゲストにお迎えしました。よっ、ありがとうございます。スタジオにぎやかですね。同級生ですか。そうですね、同じ年ってだけなんですけどね。多分あれですよね、この系の方ですよね。あ、そうなんですよね、足立工場男子の方もゲストに、はい、応援に来てますから、はい、で今日は、まあ、途中呼びますか。そうですね、はい、せっかくなんでということで行きましょうか、はい、ということで実はですね、これも私が撮った1枚でございます。まずはね、まずはともあれですよ、今日は今印刷それこそしてみました。まさかの、これ特殊印刷じゃないですから。これはこれ映るんですかね、ちょっとね。これは実は何かというと、丸山優子さんと言いながら浅田真央が入ってるんじゃないかね。これ奇跡の一枚。おそらく浅田真央ちゃんが、20年経ったらこうなるんじゃないかという一枚でございます。嫌がらせがまさかここで嫌がらせじゃないですから。でも似てますよね。言われたことあるんですか。ありますあります、すごいあります、まあまあ、そうですよね。もうちょっと真央ちゃんファンにそのうち何かされるんじゃないかと思って。そんなことないですよ。有効ファンはたくさんいますから、まずはそれもぜひいろいろとコメント見ながらねお話をしていきたいと思います、はい、ではその前にですよ、今話が出ましたが、このキーワードをこれから皆さんにお伝えしていこうと思うんですが、はい、特殊印刷株式会社安心堂、まず一つ目こちらです、ね、まずその特殊印刷っていうのは何なのかがまず分からないです、素人からすると、はい、どんな特殊な印刷なのか、特殊なものに印刷するのか、特殊な印刷方法なのか、これ何をもって特殊印刷なんですかね。はい、まあ紙とか、はい、よくあるこういう印刷ではなく、はい、成形物に印刷する。何ですか、成形物です。成形物、はい、具体的にはどんなものでしょう。はい、例えば、まあ、何でもそうなんですけど、まあ、こういう曲面の印刷だったりとか、はいはい、紙じゃないんですよ。紙じゃないですね。紙にももちろんできるんですけど、はいはい、紙は印刷してるんですか。でも名刺とかそういうのやらないですね、紙は、はい、やらない、うん、あえてやらない。あえてっていうか、例えばうん、
ファイル、要はこうなんていうんですか、紙のファイルとか、はい、素材がファイ、あの紙っていうもので、はい、あの特殊なそういうパッド印刷をやりたいとか、はい、そういった方がいらしたらそういうのはもちろん紙でもやりますけど、パッド印刷だよ、うん、パッド、はいはい、パッド印刷、うん、まあ、うちは本当にアナログな印刷方法で、はい、パッド印刷とシルクスクリーン印刷っていうの2つの印刷をやってるんですけど、はいはいはい、あのパッド印刷っていうのは、はい、あのシリコンゴムでできた、はい、あのパッドっていうゴムを使って、ゴムを使って、はい、インキをこう転写する印刷方法なんですけど、はいはい、あのゴムでできているので、どんな形状でも印刷できるっていう、はい、あ、押し付けるような感じですよね。そうですね。でそれでこの立体的なものにもこう押し付けて印刷をするっていうものなんです、はい、これいろんなものが今からご紹介があると思いますが、はい、っていうのがあると、はい、じゃあそのものを今ちょっと見せてもらってご案内してもいいんですか。はい、ここでやってもいいですか。いいです、いいんですけど、はい、いいですなんでそのいいんですみたいなこ, れあのこれ本当は試作工場のもの で、うん、あの安心堂が印刷をしたというものではないんですよ ね、 で、 すね、はい、で一応せっかくこの流れなの で、うん、でね、ちょっと説明してもらってもいいですか、はい、ご紹介してもらっても、あの例えば、うん、こういうバレッタ、うん、こういうバレッタにあのこの見えますかね、この今多分ねあの、うん、アップしてくれますから、はいはい、この絵をこう印刷するっていうのにあのこうやっぱりもうこういう形状も出来上がってるものなので、はい、印刷ってなかなか難しいんですよ。あの今局面がありますもんね、はい、そういうこう R がかかったものとかにこう印刷することができるのがパッド印刷なんですね、うんうん、押し付けて、ね、はい、さっきも言いましたけど、うん、そうすると、うん、その種類とかプラスチックですけど、うん、プラスチック以外も何でも大丈夫なんですか。そうですね、例えばこういうアルミ製のお弁当箱とか、はい、お弁当箱これもいいですよ、なんかね、はい、かわいい、うんうん、で自分洗っちゃったのが、はい、なんかいい写真ないですかって言って送ってくれたじゃないですか、日本、はいはい、最初に来たのはこれだったんですよ。ああこれね、はい、ホテルペオミピオニーピオミ、そうそうそうです、ね、これが来ました、ホテルの。これなんかあれなんですか。あのこれは、はい、この今見せたこの種類のものは、この間のデザインフェスタに試作工場として初めて出展するのに、はい、あのデザイナーさんじゃない、あのイラストレーターの子とちょっとタッグを組んで、はいはい、それであのグッズを販売するっていうのと、うちのその試作工場の宣伝を兼ねて出たんですよ。ちょっとセクシー系のこのイラストが送られてきたので、そうそう、うん、ドキッとしちゃってなんか何かしらみたいな。そのイラストレーターの子が、あのホテルのキーをやりたいって、ホテルキーを作りたいって言って、そうなんですか。でイラストを描いてちょっとドキッとしました、うん、なんかこれをまずは送ってくるっていうね何の差異はないんですけど、あ、そうなんですね、すいません。でもすごいこれピンク、うんうん、ピンクもあったんですけど、ピンクはもう本当にすぐ売れちゃいました、ね、はい、あ、そうですか、うん、はい、あ、これも販売のものなんですね、じゃあね、はい、これは何ですか。これはあのアロマオイルなんですよ、はいはい、あの精油クラこれどこまで言ってるか分からないですけど、私の知り合い の、あのアロマセラピストの方が、はい、作ってる純国産の精油なんですね、はいはい、で、うん、それのやっぱり商品化するのに、まあそうですね、ブランド、これからまあブランドになっていくものだと思うんですけど、はい、うん、要は特殊印刷って言ってるのは、うん、そのパッド印刷はじめとして、はい、で紙以外のものでもいろんなもの印刷できますよっていうのでの印刷会社、うん、そうですで、はい、この会社自体はお父様が創業されたんですよ ね、 ですね、はい、ですごいなと思うのは、うん、今の時代の印刷業界って結構大変って、うん、さっきも言ってましたけども、うん、はい、衰退の一途をたどるっていう厳しそうな感じが、はい、実際厳しい、実際厳しいですよね、はい、小早川さんね、はい、そう、思いっきりなんか名前も出してるんですよ、やっぱり厳しい、はい、厳しいですね。あ、そうなんですね、うん、でもそれなのにこう引き受けて2代目になろうってこう思ったって何かあるんですか、うん、そうですね、まあ、まず、まあ、うちの家業が印刷屋だっていうこともあるし、はい、私は離婚をきっかけに、うん、まあ、父は私のこと多分心配して、うちの会社で働かないかっていう感じで、まあ会社ついてくれないかっていうふうに言ってくれたと思うんですけど、まあじゃあ本当にやろうと思った時に、まあやるんだったら本気でやらないと、印刷会社もどんどん社用産業って呼ばれてるぐらいなので、このままだといけないと思って、うん、はい、でもそれ今までその印刷の経験ってない、業界経験全くないじゃないですか、うん、そういう飛び込む勇気とかなかったんですか。あんまり勇気っていうのは
なかったですかね、うん、まあ、全く初めてなわけじゃなくて、やっぱり子供の頃からそういうの、はい、お手伝いとかもしてたし、 ね、あと展示会とかあるとそれ の、 あのスタッフとして出てたりとか、うん、じゃあパッド印刷やってたんですか、うん、こうやってました、やってました。そうなんです、はい、その経験が多少あってっていうことなんですね。そうですね、うん、だからあんまりそう勇気をとかっていうのはなかったですね。でも OL 時代は全く違う仕事ですもんね。はい、そうですね、お堅い、そうです、金融系、はい、ですもんね、うん、それからまたね戻ってこられるっていうのは、で実際こうお付きになってどうなんですかね、安心堂さん継いでみてよかったなみたいな、うん、なんかあります？まだね、はい、継いではないので、うん、予定者ですか、ね、予定者なので結局やっぱりまだ、うん、継いでない状態で、継いでから思った以上のことが起きるってよく言うんですよ、やっぱりその大変なこととかが起きるっていうので、もう それをなんかもう覚悟決めて、うん、やらないとなっていうのは思ってますね。そうですよね、代表ですもんね、うん、お父様は結構ね本当に偉大なので、うんうん、それを継ぐって本当に勇気もいりますよね、はい、そうです ね、 ね、なんかやっぱり最初私父にも言われたんですよ、その会社を継ぐっていう風になった時に、うん、本当に自分でいいのかなって、逆に私ができるのかなってやっぱ心配になったんですね、でその時にちょっと父に言ったら、いやその行動力さえあればいいよって言ってくれたんですよ。そうだ、その行動力だ、もうとにかくやってみようみたいな、うん、そうです。何でしたっけ、何の話でしたっけ今でもちょうど質問も来ていて、はい、でこう印刷会社を積むことになって、うん、はい、でこう質問はね、今まで難しかった印刷物ありますかって、こう構造物もそうでしょうけども、うん、実際にお父様の、ね、こう一緒になって仕事をし始めて、うん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 、この仕事って難しいなみたいな、なんかあるんですか？ありましたね。何が一番難しかったですか？ありました。ついこの間、あんまりそのまだ発売されてないので詳しくは言えないんですけど、はい、あるデザイナーさんが商品を作りたいっていうので、6工程ぐらいあるんですよ、その印刷するのに、はいはいはい、それがね結構緻密なもので。そうですか、小さいってことですか？うん、なんて言うんでしょう、その要は下から3ミリの位置に全部こう円周合わせてやるっていうような、うん、位置が合わせるのが大変。大変ですね、一気にできるわけじゃないので、はいはい、この前体験ねさせてもらって、はい、でこう1回ごとこう押すじゃないですか、うん、その時多少こう押す時にこうクッとこうずれたりするじゃないですか。はいはい、ああいうのも難しいんですか？あれは本当にうちで販売してる機械で、はい、うん、あれでもちろん100個とかのものだったら印刷するんですけど、うん、量産のものは半自動機があってそちらでやってるので、はい、そういうズレはないんですね。手作業は大変なんですね、うん、そう、ただやっぱりこうセットしたり外したりとか、はい、 そうね、うん、それってやっぱり結構大変です。やってみると案外、うん、そう、それが、ね、結構ですよね、うん、やっぱり位置を合わせるとか、うん、まあ、ジグを作るとこから位置を合わせるっていうのから、うん、やっぱり一つ一つが結構やっぱり大変なんですね、うん、自分その、まあ、OL さんを経て、うん、でこのお父様と継ごうと思って印刷会社に入って、うん、普通そこでこうなんかこうなんていうんですか、お父様の背中を見ながら普通にこう同じことを繰り返していこうって思うと思うんですけども、うんうん、実はその後に新たなその試みっていうこと、この試作工場っていうね、うん、のを作っていくじゃないですか、はい、それってまずすごいなと思うんですよね、うんうんうん、なんかこう新しいことを2代目になる予定、うん、まあ予定ですけども、うん、としてこうなんか作り出していこうっていうそのモチベーションと、うん、その動機ってやっぱりあるじゃないですか、うん、この試作工場を作ろうと思ったその動機っていうのはどうなんですか、なんかあるんですか？まず、まあ、試作工場が何かってまず分かんないですもんね。そうですね、試作工場っていうのは何かっていう、うん、一言で言うと何なんですかね。印刷の試作ができる工場なんですけど、うん、それがお客様から印刷の依頼を受けて、うん、まあ、こういうものを、うん、まあ、作って差し上げるってのは印刷会社じゃないですか、うん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 、でもそうじゃないんですね。そうですね、じゃなくて個人 の、うん、クリエイターさんとかデザイナーの方たちが、はい、気軽にやっぱり印刷っていうものができるような場所を作ってあげたかったので、はい、うん、そういった場所ですかね、うん、すごいですよね。その印刷会社で技術を提供するっていう部分だと思うんですけども、うん、機械を売ってるじゃないですか、うん、はい、そのなんか、うん、お父様の考えというのがあったんですか？普通その機械自体がノウハウじゃないですか、うん、はい、その機械も売っちゃえみたいなっていうのなんかあったんですかね。そうです、やっぱり父もそのパッド印刷の伝道師って自分で名乗ってるんですけど、うん、それはすごいですね
パッド印刷自体がやっぱり世の中にあまり知られてなくって、はい、それをもっと知ってもらいたいって、でやっぱり知ってもらうことによって、あ、こんなことができるんだっていうので、やっぱりその仕事にもつながっていくでしょうし、そういったことをも考えて機械を作ったと思うんですね。父はよく言ってるのは、技術、機械を売ってるんじゃなくて、うちは技術を売ってるんだって言うんですよ。それは本当にもちろんそうなんだろうなっていうのはすごくやってて思いますね。でその、まあ、機械を売って、はい、でそれをみんなにこう浸透していこう、うんうん、広めていこうということで、うん、その試作の場を作ろうと思った。そうですね、っていうか今までやっぱり B2B の、対企業 の、はい、お客さんがすごく多かったんですけど、うん、やっぱり個人でも印刷したいっていう問い合わせとかも結構あって、はいはい、ただうちで受注するとなると、うん、それこそ製版代、受け地具代、うん、印刷代ってやっぱり人件費もかかりますし、はい、それなりのコストがかかっちゃうんですね、うん、じゃないとやっぱり商売にならないので、はいはい、そうなるとやっぱり個人の方が試作1個作るのに数万円とかになっちゃうと諦めちゃうんですよ、はい、でそれがすごく悲しいなって、せっかく、ね、夢を持って作りたい、うん、やりたいって思ってるのに、そのコストの面で諦めちゃうっていうのはすごく悲しいけども、じゃあ値段を下げてうちでやるっていうわけにもいかないし、なんかいい案ないかなっていうのはずっと考えてたんですね。じゃあ作ってみなさいみたいな、うん、そんな感じなんですね。だったら、はい、やっぱりうちの強みって機械を販売してるところなので、あ、だったらうちの機械、時間で貸してあげるよ、みたいな、はいはい、うん、それすごいですよね、うん、でそのデザイナーの方々がこういう形で試作ができるっていう、そうですね、ことですよね。試作もできるし、はい、もちろん100個200個とか少量の印刷もそこで全然やっていただけるので、小ロット生産ってなかなか受けるところってないですもん ね、 そうですね、単価が上がるかどっちかですもんね、うん、そうです ね、 ね、はい、でその優香さんが作った試作工場の今日は映像がある、うん、はい、ね、私が作った3分間その3分間の映像を見ながらちょっとお聞きして、ね、ね、はい、いきましょうか、はい、今映像が流れると思いますから、はい、こう安心堂 の、 その一部の場所を試作工場ということで使ってるんですよね。そうです、ね、事務所を改装しました、はい、あ、そうなんですね、はい、今、流れ始めてるんですけども、はい、この映像を見ながらちょっと話をしていくと、これがその場所ということになりますよね、はい、これ綺麗ですよね、壁紙とかね、とってもそうですね、おしゃれに仕上げていただきました、ね、友人の方が、そうです、うん、ゆうこファンがやったんです、ね、え、違います、ゆうこファンたくさんお父様が出てきます、真ん中の上の方がお父様ですよね、はい、そうですね、的に有効ファンがやってるんだろうな、違いますよ、もう頼みに頼んでやってもらったって感じです。本当ですか。シルクスクリーン印刷と、はい、これがスクリーン印刷ですか。はい、そうですね、こういうアルミの枠に、はい、ナイロンのこう、はい、膜が貼ってあるんですね、ナイロン の、 糸でできている膜、はい、でこれはこうインキを上に乗せて上からこう押し出す、押し出すような感じなんですね、押し出す印刷方法で、すごくこう厚みのあるような印刷だったりとか、はい、ちょっとこうなんて言うんでしょうね、高級感のあるような印刷もシルクスクリーンはできますね、お、でこれがさっき言ったパッド印刷ですよ、はい、次はね、はい、でこれがゴムのやつで押すっていうやつですね、うん、そうです、あそこの真ん中の丸いところ、うん、あそこが版になるんですよね、印刷の版で、それそのパッドの部分を使って、ね、はいはい、インキを転写します。でこういう曲面のコップとか、まあ、いろんな形状があるんですけど、うん、できます。これはパッドっていろんな種類があって、はい、これ同じちっちゃいのもあるんですよ。でこれちょっとハンコですね、本当にね、ハンコみたいな感じ、ね、でお友達にちょっと頼まれて、お店 の、 何周年記念 の、はい、グッズを作りたいっていうので、このロゴを入れてほしいって言って言われて、はい、ただあそこにやるのって、はい、でゴムもついてるし、こうへこんでるので、へこんでるか湾曲してるので、こんなところに印刷って普通、ね、うん、そうなんですよ、できないんですよ、やっぱりあそこもそのザラザラしてるし、うん、ただああいうちっちゃいパッドでフリーハンドでだったらできるよって言ってこうやったんですね。でも面白いなと思って、自分でやってて、ね、すごいですよね。これっていつちなみにできたんですか、試作工場って。オープンしたのは去年の11月29日です。そうですか、はい、これ利用したいっていう時どうすればいいんですか。ちなみにウェブから予約ができるようになってるので、はい、検索はじゃあ試作工場で、試作工場でやるとね、はい、なんかどっかの大学のなんかものすごいのが最初に出てきちゃうんですよ、だから試作工場足立区とかスペース足立区やれば出てきますよね、はい、出てきます。でそれで検索してもらって、はい、そこからメッセージかなんかもらえれば、うん、
あの予約のタブがあるので、そこからそうなんですね、はい、入っていけば大丈夫ってことなんですね、はい、そうですね。そうするとゆこさんいらっしゃるんですよね。もちろんいます。使い方は分かんないとね、多分ね、はいはい、ですよね、うん、それは全然。1回使い方を習うと大体こう2回目3回目できるみたいな、うん、できますね。あと常に私か会長は必ずいるので、分かんなかったらお父様がいらっしゃるってことですね。はい、分かりました。ぜひ、はい、じゃあ映像がね OK ですかということで、まず最初に前半なんですけども、はい、こういう方安心堂の会社は何なのかということと、うんうん、それから試作工場という話を聞きました、はい、ね、それでこうゆうこさんのことはなんとなく見えてきたところで、はい、今度はやっぱりあれですよ、本質ですよね、はい、ゆうこさん個人のことをゆうこファンからなんか来てますから本当ですか、ね、これはあのコマーシャルの後にちょっと聞いていこうかなみたいな、はい、ね、思いますので、はい、そうしましたらここで、CM をご覧ください。どうぞ。なんで俺だけ怒られるんだろう。彼女にも愛想つかされるし、今日は帰りたくないな。何もかも言えになりそうな。あら、どうしたの？元気ないね。僕はこんな日を選ばない。あそこで元気もらえるよ。うーん、いい湯だったな。ワンちゃんもあそこに行くのかい。明日晴れるような気がした。いらっしゃい。会いたい会いたい君のその笑顔に。あったかいあったかい僕らの住むこの街。あったかいな、足立。あなたの声を聞かせてください。足立区。毎日電車に乗って家と職場を行き来して、今夜は久々に千代田線綾瀬ゼロ番線乗り換えて、街と会話を交わす忘れていた懐かしい感情を笑顔に出会うたび、何かを取り戻したような気がした。あ、お肉忘れた。みんなでパーティータイム、足立な餃子でパーティーアップ。みんなでパーティータイム、熱々餃子でパーティーアップ。一緒にパーティータイム、足立でみんながつながって。一緒にパーティータイム、足立が私を優しく包んでく包んでく。小野光平と申します。27歳になります。静岡県の伊東市に勤務して7年ですね。田舎に帰って、静岡県の田舎に帰って、向こうで開業したい、開業するってだけの目標で帰って成功するかっていう不安もあるんですけども、まあ、何かしらもっと大きなビジョンを持っていきたいなっていう思いはずっと思っています。森坂よし子です。介護系をやりたくてここに入っていて、入社してから1年でデイサービスができたんですけども、現場責任者をさせていただいてまして、キャンは自分のやりたいことをすごく尊重してさせていただける会社なので、
福祉系以外の医療系の資格が取りたいなと、そういった資格を取って、まあ、ここで活かせていけたらなと思ってます。名前は舞田純と申します。出身は青森県の十和田市。今これを見てくれている森の方は僕は1年生の人たちかな、もしかしたら僕はそれで3年生でっていう感じ。他の会社と違ったところが海洋支援してくれるっていうのを割と前面に出してくれてたんですね。東京で、まあ、勉強することもできるし、それをノウハウをまた自分の故郷とかに持ち帰ってやることもできるっていう。名前は藤原理沙です。ハッチ新店舗の立ち上げから理長をやらせていただいて、一応なんかあの全部の売り上げが一番、多分私は一生プレイヤーでいたい、その経営とかなんかそっちではなく一生患者さんと関わってみたい。ノアからあなたへ、あなたから親愛なる人へ。また会いたいよあの場所で、君と巡り会えた。また会いたいよ、もうすぐお届けします。一体どこが始まりで最後だ、どこまで生身の体で生きてくんだ、クリアしてくんだ、ぶち抜け貫け暗闇を。敵はどんなモンスター。この番組は人と人を笑顔でつなぐ千字でクロスがお送りしております。提供は街に元気を与える教育医療介護の株式会社キャンでお送りいたします。この番組は株式会社キャンインターネット放送局 C ウェーブ7階ブースから配信しております。この番組では皆様からのメッセージを受け付けております。メールでもいいんですけども、こちらフレッシュですねのコメント欄に入力をお願いいたします。ということで、さあ後半、はい、後半ですよ、はい。コメント、まあ、質問が来てます、はい、ね。でちょっとあのご紹介したいと思います、はい。上村さん、優子さん、こんばんは、デニコです。特殊印刷についてもよくわかり、すごく興味深く番組を見ています。優子さんが特殊印刷に興味を持ち始めたのはいつぐらいの時からですか。これからの特殊印刷未来を期待しています。優子さん頑張ってください。ありがとうございます。真面目なちょっと、はい、質問ですよ。嬉しいですね、うん、はい。どうなんですか、こう興味持ったいつぐらいからなんですか。興味を持ったっていうか、やっぱりもう家業で幼い頃から印刷屋だったので、はい、当たり前、印刷が当たり前だったので、逆に興味は日常にあったってことですよね。そうですね、興味はなかったんですよ。てか当たり前じゃのようにそう、ね、そうだからこれができるのがみんなすごいとか言うのが逆に、はい、すごいんだっていうふうに思う感じですね。でもすぐに継ごうと思ってね、うん、初めての人はできないですもんね、やっぱりね。子供の時やってないとね、うん、無理ですもんね。そうですね、そうですよね、うん、はい。それからですね、うん、あのもう一人、はい、メールでいただいたあの方がいらっしゃいます、はい。緊張真っ只中の丸山優子様へ、ね、緊張してないですもんだってね。全然緊張してないですね、ねえ全然緊張してない、緊張してないです。本日はものづくり女子の株式会社安心堂の丸山優子さんがゲストということで楽しみにしていました。はい、私も楽しみにしておりました。さて安心堂といえば、今をときめくものづくり写真集安達工場男子には、ね、足立区のものづくり男子レジェンドとしてお父上である丸山会長もインタビューで登場されているということですが、長いなこれね、すごいですよ。もうベストセラー、ね、
娘さん視点で見て写真集はいかがですかってご質問です。娘さん視点で見て、そうです、イケメンがいるなとかどうですか。そうですね、おすすめイケメンいないですかここに。おすすめもう全部全員おすすめです。それはもちろん、そうですね、娘さん視点で娘さん視点では見たことないんですけど、娘さんこれただ、はい、本当にすごいなって、うん、多分これ質問じゃなくて宣伝ですよねきっと。そう、それもあります。それはその後で今ちょっとお呼びしますけど、だこれ、はい、後でいいんじゃないですかね。後でってなんですか。後でってなんですか。また2代目になりますけども、うん、はい、ご自身のお子様にお仕事を継がせたいと思いますかってことです。今は全然考えてないです。あ、うん、それはやっぱりまだ自分も継いでもないのに、うん、子供たちにっていうの、ね、うん、全然考えてないです、ね、でもやりがいはものすごいあるんですもんね。やりがいはありますね、やっぱり、ね、うん、会社を継ごうとするのが人生初めてじゃないですか、うん、初めての経験でもう本当に本気でやらないと会社継ぐことなんかできないので、うん、大変なことも多いですけど、うん、やっぱりやりがいはすごくあります。なるほど、ね、うん、お仲間もでもたくさんいらっしゃるし、うん、そうです ね、足立工場女子に期待しています。ありがとうございます。作業産業の印刷業で共に頑張りましょう。共にとか言っちゃって、はい、ね、ありがとうございます。繁忙期真っ只中の中いらっしゃいましたね。足立区宮城の印刷屋さん小早川マー君より。あ、言っちゃってるんですね、うん、全部。実は、ね、はい、今日、本当はね、この見本を持ってきてくださいって言ってお願いしたら忘れてきた、ね、それでこうちょっと持ってこいよって言ったんですか。なんか、いや違いますよ、持ってこいよなんて一言も、俺持ってこうかって言ってくれた。そんな、はい、そんな優しい。そうなんですよ、優しいんですよ、ね、そしてこの工場男子を作った愛人が来てるんですよ、うん、今日ね。では愛人 A 君、ちょっとせっかくですからどうぞ登場してください。まさか出るとは思わずにみたいな。これですよ、 CMC の優子さんからちょっと紹介してください、はい、ぜひ。前もご出演ね、いただいてるんですけども、はい、はい、島屋出版代表取締役の小早川雅樹さんです。こんばんは。こんばんは。びっくりします。さっきまず同い年なんですもんね。それはちょっとやめましょう。そうです。、はい、それはちょっと何でも聞いてくださいって言ったじゃないですか。唯一それがじゃあ NG。 唯一それが NG。 じゃあ後半すいません、はい、あ、僕もこのまま。もちろんです。もういやいやいや、CMC のですね、ゆうこに聞きたいっていう。これから30分ぐらいまだ時間があるので、こうゆうこさんに聞きたいことを小早川さん一緒に、マー君と一緒に聞いていきます。やだな。結構いろんなの来てるんですよ、なんか。あ、本当ですか。質問も、はい、ね、でも、まあ、シンプルなところからいこうかなと、はい、でまず血液型、はい、ね、A です。 A っぽいですか。あ、そうですね。自分の周りにあんまり A っていないんです実は。うーん、お堅いとかなんかすごい生真面目っていう、こうイメージがね、石橋を叩いて渡らないイメージがあるんですけども、全然そんなこともなさそうな雰囲気で、なんか A っぽいなっていうなんかあるんですか、うん、どうです見て。いや、 A っぽいなっていう。あんまり A っぽいところないですね。おかしいんじゃないですか。でも家族全員 A なんですよね。生粋の A なんです。トリプル A ぐらいですもんね、うんうん、お父様もお母様 も娘さんも全部 A なんですよね、はい、姉も妹もみんな A、ね、それすごいでしょ。なんかね、聞いたことないですもんね。聞いたことない、はい、ね、もうそうそうそう、まあ、だから工場すごい綺麗ですもんね、はいはい、あ、うん、そうですね。それが A っぽいんですかね。そうですね。綺麗。これ嫌味ですよ。いやいやいや、さっきの下工場のね、ね、綺麗でしたよね。ところを見たらもう、そう行きましたけどすごい綺麗ですよ。あ、綺麗にしてますよ私。そこは A 型で、はい、A 型なんですよやっぱり、はい、そこは。ありがとうございます。あれ月に1回ワックスかけてみたいですか。そうですね。頑張ってます。はい、うん。すごいじゃないですか。はい、絶対やんないです。大型ですか自分は。どうですか、何型なんですか。僕はね AB なんですよ。いやいやいや、 AB って言うと反応どうしていかないんですか。天才派だとか言われません、なんか、うん、とっつきにくいって言われますね。どうですか天才派だ。全然そんなことないよね、まあ、とっつきにくはないですけど、面倒、うん、くさいって言われますよ、うん、そうですか。全然ね、理屈っぽいんですよね。あ、うん、そう、いやそうだ、なんかその面倒くさいですね。色ね、この、ね、
つい最近でしょうけど、うん、10代の時によく聞いた音楽、これの一本前がね、エンタメライブって言って音楽の番組なんですけど、はいはい、やっぱり、ね、曲ってすごいねあるじゃないですか、うん、思い出の曲というか、うんうんうん、どういうの聞いてました？10代、10代の頃は姉がちょうど高校生になってバンドを始めて、それをきっかけにちょっとブルーハーツに出会い、ブルーハーツよく聞いてました。ブルーハーツって激しいイメージあります？そうでもないですか？はい、激しいですよ、こういう首を振るようなこう、ね、うん、聞いてました、うん、同級生、まあ、世代ですけど、ね、バンドブームですからね、はい、でもブルーハーツが僕の中の王道ではなかったんですけども、はい、マークは何を聞いてたんですか？マークはその時代は洋楽を、あ、やっぱおしゃれななんかね、感じ悪い感じ悪いね、やっぱりこっちがブルーハーツって言ってるね、本当で、ブルーハーツの好きな曲があるんですよね、はい、何でしたっけ？青空、ね、聞いてみたいな、どんな歌でしたっけ、もうよく熱唱してますよ、ね、まあ、あ、やっぱそうですか、嘘ですよ、ほら聞いてみたい、そうそうそう、全世界に配信したいですよ、ね、だってそう、うん、青空でしたっけ、青空どんな曲、ちょっと触りだけでもちょっと、目、目、そう、ブラウン管の向こう側、かっこつけた騎兵隊が、なんだっけいや、さすが、多分ね、MC で歌を歌ったら初めてです。あ、よかった、初めて、もう千住クロス初めてですね、はい、もう3年、4年目ですけども初めてです、多分今日貴重な映像ということでじゃあその、うん、森さんね、ソウルフードですよ、もう食べたいもの、うん、ね、これが最後、亡くなる前に食べたいみたいな最後の一食は何ですかね？そうなんだ、うん、そうなんだ、なぜかそのそうなんだっていう、そうなんだって食べたい、はい、食べたい、私本当に好き嫌いなくて、雑食って言ってましたもんね、何でも食べるんですよ、何でも本当に美味しく食べれちゃうんですよね、何でも美味しく食べれちゃう、そう、だからその中でも、あ、自分が作る料理の得意料理は何ですか？そしたら私が作るので、うん、子供たちが一番喜ぶのは唐揚げとハンバーグですね、唐揚げなんか特徴があったりします？なんかハンバーグとか何にもないですよ、でも食べたことあります？なんてあるわけないじゃないですか。おかしいな、なんか。あるわけない。流れ的にないかなと思いながら。ないでしょ。そのなんか、パーティーの、変な流れ作るのやめてもらえませんか、もう。いや、試作工場でパーティーがあったじゃないですか。あ、僕ね。なかなかそうなんですよ、来なかったんですよ。なんでですか。なんか盛岡かなんか行っちゃって。ね、あ、出張だ。そう、まあ呼んでないんですけどね。ひどいね、ちょっとね。多分、1番か2番に呼ばれてた、ね、そうですよね。じゃあその、ね、ごめんなさい、そうそう、はい、いや、いいんですよ、全然。じゃあ中学校時代部活聞きましょうか。中学校の部活ね、中学校の時は、はい、中学1年生で私転校してるんですよ、うん、じゃあ転校する前はバレーボールやってて、うん、転校した後は器械体操をやってました。生まれたのが横浜で、あ、そうですね、生まれたのは横浜足立区に来て、うん、はい、2歳ぐらいの頃ですかね、記憶には全然ないですけど。あ、そうなんですね、はい、でじゃあずっと私育ってって、うんうんうん、で中学校の時に何でしたっけ、部活が、ん、バレーボールで、バレーボールを最初やって、で機械体操、バレーボール何年やってたんですか？あ、だから転校したのが1年生の終わり頃だったので、じゃあほんとちょっとだけやったんですか？ちょっとですね、あ、じゃあと機械体操、うん、機械体操ですね、全然見えないですよね、それは機械体操やってるな、体格的な肩幅がこうすごく張ってるみたいな、まあその中学の ね部活でやる程度なので、うん、バク転もできるんですか？じゃあその頃はバク転なかったんですね、競技の中に、うん、新体操、新体操、機械体操ですもんね、機械体操ですね、だって鉄棒もやるんですよね、鉄棒もありましたけど、メインはとか床とやっぱり全部はできないんで、そうなんですか、学校によるんでしょうけど、床と平均台がメインでしたね、うん、そうなんですね、はい、そこからなんかダンスに走るんですか、うん、走るっていうか、なんかダンスしてますダンス得意だっていうちょっと待って、あんま見たことないですけど、ね、だからカラオケも得意なんですけど、ダンスも得意だって話を聞いた、そうですね、やっぱりこういうところでぜひね、なんかどうしよう、嘘つき当たりになっちゃったどうしよう、ダンスってどのぐらいやってたんですか？ダンスはその転校した時だったので13歳から22、3ぐらいまでやってましたね。じゃあ結構長いじゃないですか。長い間やってました。何ダンスなんですか？ジャズですね。ジャズ。ジャズ、うん、はい、そういうなんか感じしますなんか、ね、ここで見たことあります？できそうなね。そう、できそうな、うん、ここステージ、ね、いや、ほら、もうそっち行くと見えなくなっちゃうからやってもね、しょうがないんで。
またダンス始めようとかないんですか、もう。今更ないですね。新たなダンスのなんかどうですか。ないです、ない。あ、そうですか。もうぜひやってもらいたい。MC になって一回このダンスとかなんかやってもらいたい。やめてください。やらないですよ。ね、そういう意味では趣味っていうね。で、今の趣味は何なんだろうっていうね。なんですか。もうほら来てますよ、やっぱ踊ってとか見たいとか言ってますもん、なんか来てますよ、ほら踊ってって。それはでも MC になってからどっかでやりましょうよ。やりません、特番、特番、特番で やめてからの方が長いんだから、やりません。特番、特番。じゃあ今の趣味は、今の趣味は何ですか。今の趣味は、本読んだり映画見たりとかすごい好きだったんですけど、はい、今本当その暇がなくて、最近は健康のことを考えて体鍛えてます。そういう お年頃になってきた、ね、そうです、年代、はい、もうそろそろ同級生だから。そうですね、そうです。無理が効かない。ですか、無理が効かない、筋力をつけないとと思って。でも筋力でも機械投資だったからね。だからそれなんで。ダンスを始めてもらえればね、いいかな。で、まあ、2歳に足立区に来たっていうことなんですけども、こうなんか足立区って工場男子もそうですけど、イメージがねちょっとどっちかっていうとネガティブで、はい、こう暴力的とか不良とか貧困とかイメージあるじゃないですか。実際どうなんですか、2歳からね、こう移ってきて。あの2歳、なんだって横浜ですよ、おしゃれな街からこっち、ね、記憶ないでしょうけど全然、はい、どうなんですかね。いや私は大好きですよ、うん、足立区、うん、すごく住みやすいし、そうですね、困った足立区で困ったことっていうのは全然ないので、やっぱり住めば都っていうじゃないですか、うん、足立区は私すごい好きです。ちみ、うん、マークはどこ出身なんですか。僕はですね、あの千葉県の南の方、鋸南町って言いました。鋸南、はい、鋸南なんですか。足立区の保養施設がある、皆さん臨海医学校に行くんですよね、その町で。あ、そう、で何歳ぐらいまでいたんですか。僕は高校出るまでだから18までずっと。あ、そうなんですか、はい、で今は足立区お住まい。今は北区ですね。あれ、あ、仕事は、工場が、そう、会社は足立区。あ、なんでまた足立区に、ね、うん、そうですね、いや、ね、いい町だから。かっこいい。足立区のイメージどんなイメージでした。でもあんまり特にいいも悪いもなかったですけど、僕は、うん、そうなんですか、昔の足立区よく知らないまま来てますので、うん、あ、はい、あ、こういう街なんだっていうので、まあ、発展してるタイミングに来てますから、はい、まあ、神殿とかね、ハートアイランドあたりがすごいポコ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 、はい、竹の子のようにマンションができてたので、そうですよね、人がすごい増えてるってイメージありますけどね、はい、ジブロの世代ってこう金八先生時代でこう窓ガラス割ってるみたいな、うん、足立区はみたいな、そういうの全然なかったんですか。 ありましたよ、中学生の時、うん、あの私の、うんうん、全国的そうでしたもんね、そういう時代ってね、うちの町もそうでした、あ、やっぱそうですか、去年でも、うん、そうですよ、そう、去年で割ってました、みんな。先生の車のねガラスが割れたとか、そういうのもあったんですか。僕らだから1年2年上の先輩ぐらいじゃない、はい、あ、そうそうそう、2年、うん、上ぐらいがものすごい悪かった。だからそれ同じ、あ、それの世代ですよ多分、うん、2年上の世代、あ、それ近い、近いと思います、はいはい、そうなんですよね、はいはい、私たちは ね、もう全然、そうそう、ちょうど僕らの年は、うん、あの素晴らしいね、そうですね、奇跡のね。本当かな。でそういう足立区で、じゃあ足立区ってイメージいいわけですもんね。そうです ね、うん、ね、住みやすくてっていう不自由もないし、うん、みたいな、うん、ってことですもんね、はい、でそう足立区育って、うん、こう OL になるわけじゃないですか、はい、ね、うん、その OL 時代 の、 この、はい、どんなことしてたのかなみたいな、金融関係にお勤めだったと思うんですけども、はい、こうどんなことしてたんですか。余暇と、余暇というか、その時間外というか、勤務が終わったらどんな生活したのか想像つかないじゃないですか。5時から何をしてたって、こう花の OL ですからね。まず5時には終わんないんですよ。あ、何時なんですか。もうその頃は、はい、バブル弾ける前なので、ものすごい忙しくて。そんな年代でしたっけ。そうですよ、そうですよ。今なんか考えてますか。僕はバブル弾けた後の年代ですけどね。あ、彼は、そうね、そうそうそう、だって要するにその高校卒業してでした。そうですよね、バブルの本当にもう絶頂の頃ですよね。ギリギリなんですよ、うん、すごい夜華やかな時代です。ですよね、めちゃくちゃ遊んでましたね、はい、タクシーチケット出る時代ですもんね。ね、そういうそこまでじゃないんですよ、うん、もう下火になってきてる時だったし、ああ、そうですか。まだ私ほら高卒です、就職したので、そう、18とかなんで、飲みにはいけないもんね。そう、そういうのはね全然感じてないです。ああ、
遊びに行ってた場所どうなんですか、ちなみに。遊びにはって、あとダンスやってたので、ほら、あの、本当にダンスクラブとかにはよく踊りに行ってましたね。これだったらパラパラ、あれパラパラってその時代ですか。パラパラでもその時代ですよね。ただ私上半身の運動結構した方ですよね、パラパラは、ね、ただ本当にね、踊れます、踊れません。記憶残ってますか、パラパラなんか。だからパラパラやってないから。パラパラとかやってる人たちはいましたけど、パラパラしてない、パラパラをじゃをしに行ってるわけじゃなくて、雰囲気そうだ、なんかこう、こそうですね、 こだわらないっていうか、うん、何かをこうその卓越したパラパラのダンスを踊るとか、そういうのは全然思わなかった。でもクラブには行ってこう踊りをこう見てるわけでしょ。うん、踊ってましたね、大人の子なんかね。でもパラパラはでも本当にだから本当最後の方だったんじゃないのかな、そんなやってる人いなかった。うん、クラブですね。どういう曲調の方が多かったんですか、クラブだと。どういう曲調、自分の時は結構派手なやつが多かったですけど、やっぱりね、はい、ディスコだから。うん、そうじゃないんですよ、もうディスコじゃないんですもんね。いや、ディスコの時代じゃないですか。まあ、いや、クラブでしょ、ね、もうクラブなの。そうだよね、ていうか、あの、18からだから、18で会社入ってすぐ遊べないでしょ、やっぱ子供だから。そうですよね、その18から結構行ってましたって言うとね。そうそうそう、そう、私真面目なので、うん、あの18からお酒を飲むとかっていう。20歳で初めて飲んだお酒って何なんですか、ちなみに。初めて飲んだお酒みたいな、うん、今日のあのあれですよ、 NHK のひよっこってやってるじゃないですか、はい、で初めて飲んだ20歳で の、うんうん、あの有村さんが飲んだお酒がソルティードッグだったんですよ、うん、見ました。そう、20歳でソルティードッグかと思いながらこう、うん、ねえ、思いますあんないですか、なんかそのソルティードッグかモスコミュールとかなんかね、あるじゃないですか。初めて飲んだカクテルって覚えてないですか、なんか。全然覚えてないですけど。おめでとうございます。氷結若いな、それも氷結は若いな。最近ですよね、氷結。ねえ、何飲みました、マー君、初めてのお酒って。全然覚えてないですけど、ビールは随分飲みましたよね。時代的にね。そうですか。うん、ビール。うん、ビール、ああビールね。でもあとあれだね、うん、あのモスコミールってカッコつけて頼みたいものでしたよね。うん、そうですよね。うん、でもなんかわかんないけどモスコって言いたかったですね。そうですね。大丈夫ですかこんな。大丈夫、全然今日はもう優子さんの時代に合わせて話をしてますから。全然問題ないですなんか。ね、カクテルとかはね、本当よく似合いそうです、なんか。そうでしょ、ね、そうでしょ。だからそうですか。なんで聞いたの。そうですね。いやだから一応なご意見番だから一応今日はね、古くからの付き合いですから一応。でそんな2代目あの承継者の優香さんのストレス解消、はい、これなんかありますかね。ストレス最近でも本当に、うん、あの汗かきに行ってますね。あのそれだけ言うと何だろうなと思います。汗かきに行ってね、あのスポーツジムに、はいはい、汗かきに行ってますね。どのあたりで。すごい顔してやってるんですか、 なんかね。大丈夫ですかそのあたり。いや爽やかにやってます、ね。爽やかにだらだらしてやってます、はい、汗も素敵でしょうね多分ね。そうですね。あのジュークセンターのなんで汗も素敵でしょうね。そうそう素敵ですもんね。あのおじいちゃんおばあちゃんと混ざってやってますね。あ、はい、そう、あとごめんなさい、ストレス発散は多分ね、愚痴こぼすとかってすごいストレス発散してると思いますよ。あの聞かされる人、マグに。あ、そうだ、よく聞かされてるんですか。なんか僕らの会合があったりして、ええ、まあ、あの足がないので、ええ、まあ、住んでるところもちょっと薄暗いところなので、ええ、帰りに送っていくんですけど、ええ、もうずっと愚痴こぼしてますけどね。本当ですか。あら、いいストレス発散。でも唯一ほら、はい、あのそんないろんな人に言えないじゃないですか、ドキするしね、うん、しかもやっぱり愚痴って言っても会社のことだと、はい、もう身内の子の話じゃないですか、はい、要は家族経営なの で、 そ、 うです、ね、それをいろんな人には言えないけど、はいはい、まあ、彼にだったら、うん、言えるっていうね。すごいですね、うん、なん か、 か本持ってこいって言ったりなんかね、もういろいろとかわいそうにね、本当にかわいそうに。何だってだって優子の部屋ですから。そうですね。いや自分びっくりしました、はい、初めこうフェイスブックで上がってきた時に優子の部屋へようこそって、何なのかなと思って、うん、何なんですか一体あれは。多分ね、素敵なソファーを紹介する写真ですよね。そうそう、きっかけは、ああ、きっかけは徹子の部屋みたいな感じ。いや、あのたまたま、あの、ええ、改装した
時にたまたま彼のとこで使ってないソファーがあるからあげようかって言って言ってくれたんですよ。それ持ってきてくれた時に、はい、じゃあ写真撮ろうみたいな感じで写真撮って、そのソファーの、うん、ゆうこの部屋のソファーの持ち主だったんです、はい、持ち主です、はい、会社でいらなくなったんで、ちょうど綺麗になったからこれ置いて、はい、廃棄処分、廃棄処分、廃棄処分って言って持ってたんですよ。で最初に1枚がお二人で、じゃあちょっと冗談で私がちょっと徹子っぽくゲストっぽくで載せたのが、はい、初めて。いやすごいですよ。だってもう何人ぐらい来てるんですよ、うん、相当来てますよ。だって、ね、結構来てます ね私も座りました。そうですよね、優子の部屋座りまして、うん、あそこ行ってちゃんとソファーに、はい、ね、はい、なんか雰囲気もいいですもんね。そうですね、あそこが ね水槽もあって、うん、水槽もあってね水槽見ながら、はい、すごい増えてます熱帯魚はね。お母さんがね頑張って育ててます ねぜひ過密です、ええ、そうそうそう、ウェブでウェブでね検索してお問い合わせをして、はい、ゆうこの部屋へ行ってもらいたいなみたいな。そうです ね試作をしながらぜひ、いろんな業界の方来てほしいですもんね本当に。そうですね、だからあそこ、ね、あれはでも本当に冗談で始めたものなんですけど、そんな座らせねえよみたいな、そうじゃないですよ。あ、じゃないです。でも一応もう今、はい、どうせやるなら、はい、ほら本気の人なんで、うん、テーマを決めて本気モード、褒めよう褒めよう、座った人はとにかく褒めようっていうのでやってるので、そう、ただ褒められたいでしょ。ただ褒められてます愚痴はこぼされてますけどねちょっと違うみたいですけど。そうですね、褒めてね、そ 最初ぐらいだもんね。だって最初ぐらいだもんね座った、その最初のきっかけになったのでしか座ってないんで、今度来たら褒めます。褒める、はい、いいとこたくさんでしょ。ありますあります、うん、なんかあります、はいはい、ちょっと今あのまたねこうメッセージが来てるので、はい、うん、葛飾区でも、葛飾区で物こと100っていうのかな、100ですね、100、100、うん、あという経営者団体の会長をしております田口と申します。宣伝ですが、ゆうこさんに質問です、はい、足立でご活躍中のゆうこさんですが、お父様が作り上げた会社を改装し試作工場を立ち上げるまでに体験した苦労話などをお聞かせください。苦労話、私も事業承継に取り組んでおり、同じ立場のゆうこさんの父であり社長としての確執とか乗り越えてきた問題などに興味があります。よろしくお願いします、はい、ってことです。あ、そうですね、うん、まあ、それでも ここで話すと、うん、やっぱりちょっと愚痴じゃないですけど、家族なんで家族なんで愚痴になっちゃうじゃないですか、はい、でもあれなんですよね、実は、うん、ゆうこさんが MC になってから、うん、お父様呼ぼう、ゲスト呼ぶと思ってるんですよね、どっかでね。そうそうそうですね、ね、その時たっぷりこれは楽しみにということ、どうですか。そうですね、親子喧嘩を見せるわけじゃないですけどね、別にね、なんか聞きたいですよそこはね、いろんな思いとかね、お父さんも思ってんじゃないよ、頑張ってるなとかなんか思ってんじゃないですかね。どうなんですよ ね嬉しいでしょってね、思ってると思いますよ、言ってますもんね、うん、それもなんかその場でちょっとね聞かせてもらいたいな。そうですね頑張りますなんですか。で他にも実は質問が多くてですね、はい、なんかこう結構来てますよ、はい、なんかこう好きな男性のタイプはいますか。好きな男性のタイプ、多分ゆうこの辺多分行きたい人なんでしょうね、多分ね。顔ですかね。お、どんな、あ、じゃあ顔のこと聞いてんですかね。いや、それはまず別にそれ顔、そのタイプといえば顔からまずやっぱり見た目がまず大事見た目が大事、今そうですよね、今まず見た目が大事って言いますから、見た目はどんな感じがまずどんな感じがいいですか。顔は、シンプルな、はい、シンプルなの。シンプルで目と鼻と口があるぐらい。なんかものすごいイケメンとかはダメなんですよ、ドキドキしちゃって。わかる。そうそうそう。じゃあマーク見ればドキドキするんじゃないですか。全然残念ながら申し訳ない。だって今足立工場男子になって。そう。イケメン、イケメンじゃない、イケメン。イケメンの集合で。工場男子でみんなドキドキするんじゃって。今探してるじゃないですか。ドキドキする探してるじゃないですか。そう、シンプルな顔の人がいいですね。醤油系ってことですか。そうですね。だからこれで言うと、あ、こういう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 ね。どういう、あの、うん、何ページですか。そうそうそうですね。26ページ、はい、27ページ、ね、26、27ページを見ていただけると、ね、ゆうこさんのタイプがわかる。これシンプルですかね。まあ、さっぱりしてますよね。本当ですか、うん、結構濃いのかなみたいな。嘘、メモ、その前見れば、この子19歳だったと思うんですよね。息子だね。ああでもイケメンですよ、本当にね。イケメンですよね。イケメンですよ、乗ってますよ、いっぱい、ね、まあ、イケメン好きってことですね。イケメン好き、
内面とかなんかどうなんですか、なんか他になんか見た目以外でなんかあるんですか。いやもうこう、選ぶ条件みたいな。いや選べる立場じゃないじゃないですか。そんなことないですよ、ね、全然そんなことないですよ。でも有効派多いんですから。否定しないんだ全然今否定しなかったですよねどうなんですかそのあたり。そうですね、まあ、基本的にはやっぱり優しい人ですかね。優しいたくさんいるじゃないですか周りに。いや、いっぱいいますよそりゃ、うん、そりゃ優しくされてる優しくされてるんですよやっぱり。いや優しい、はい、うん、そうですね、うん、でも優しさって、うんうん、その優しくするだけが優しさじゃないじゃないですか、うん、なんかちょっとかっこいいこと言っちゃってますけど、うんうんうん、そう、あのやっぱり深い、ね、深いね、厳しさも優しさのうちだし、やっぱりこう突き放したり、うん、もう黙って見守るとか、なんかそういうことがやっぱりきちんとできる人に自分もなりたいし、理想としたらやっぱりそう相手もそういう人であって、何言ってんのかね偉そうにでそんな、まあ、素敵な男性からですね、うん、はい、また質問なんですが、もらって嬉しいプレゼント、今これが欲しいって多分言うと、うん、願いが叶うかもしれないです。本当にだってね、 MC やってれば来ますって絶対、贈り物が、ね、欲しいもの、欲しいものいやもう欲しいものなんですかね、正直言ったら時間が欲しいですね。ドラえもんじゃけんみたいな、そう、あ、時間が欲しい、今足りないんですか。全然足りないですね。そうですか、時間をあげられない時間をあげられない、時間ください。物欲ってあんまりないんですよ。じゃあ物欲ありますよ、欲しいもいっぱいありますけど、でもそれって人にプレゼントされるよりももうやっぱり自分で買いたいんですよね。さすが会社をね、承継する人はそうですよね、うん、自分でやっぱりそれ買わないと苦労してね、うん、そうですね、うん、じゃあその物がいらないとならばですよ、うん、まだ質問ですけども、うん、デートに誘われたらどこに行きますか、どういうとこ行ってほしいなってありますか。デート、うん、いや好きな人とだったらどこだっていいんじゃないですかね。なってないMC だったらバンバン言ってください連れていくよとかね、これあげるよとか、ね、仕事がねたくさん来るかもしれない。そうですね、それが一番嬉しいよね。そうですよね、はい、でそういう、まあ、ゆうこさんなんですが、はい、新 MC 来月からスタートになるんですけども、はい、なんか抱負をねちょっと聞きたいなみたいな、こんなことをこんな番組作りしていきたいなみたいな、戦時でクロスシスターズジュをね、優子の部屋になるわけですよ、はい、どんな感じやりたいとか、どんなゲスト呼びたいなんかありますか、うん、はい、まあ、ゲストにお呼びしたいなって思うのは、うん、物だけに限らず、何かを作る人、何かを作ってる人っていうのをやっぱり試作工場をやってるので、はい、そういうテーマに呼びたいなと思ってるんですけど、その会社のこととかはもちろんなんですけど、その人の生き様っていうか、そこ今に至るまでのどういう生き方をしてきた、まあ、今今日聞かれてるようなこととかをいろいろ、デートとかですか、デートとか、デート、そうですね、ダンスしようとかそういうやつですか。なんだでも本当にそうですよね、うん、その人の本当にその考えとか本質部分は知りたいですよね、うんうんうん、はい、私がやっぱりもっと聞きたい、うん、その人のこと知りたいなっていう方をゲストに呼んでいろいろね掘り葉掘り聞きたいなって思ってます。だからね、シチュエーションもちょっと考えようっていう話をさっきしていて、ね、なんかお酒飲みながらやってみるんじゃないのみたいな、なんかちょっと番組をちょっと壊してほしい、スナックっぽくしたいね。それは私言ってないですけどねここは薄暗くしてちょっとあの対談形式っぽく違う優子の部屋にしようとしてるんだけど、教えてもらうみたいな、そうなんかねちょっと違う感じに説教された男子が来るみたいな、どうですかねめちゃくちゃしますよめちゃくちゃしますか、めちゃくちゃ説教しますよ。説教とかされたことあります。しょっちゅうされますね。あ、もうそうですね、ダメ出しされます。あ、そうですか、全然そのイメージないですもん。そうですか、うん、ね、結構叱られたい方なんですよ叱ってくださいこの後反省会、はい、反省会ね、はい、してください。ダメ出しをじゃあ。でも本当にもう、 もう来月も決まってるんでしたっけゲストは、はい、あ、まだまだ言えない、まあそうですね、うん、もうちょっとお楽しみに。そうですね、はい、ということで、はい、まあ、あっという間の、早いでしょ1時間って。そうですね、なんか飛び入りの ね、 ね、なんかすいませんね、なんかって呼んだじゃないですかって、あ、ちょっと言った方がいいです少し、あとも時間なのでせっかくですから言ってください。はい、足立工場男子、ものづくり工場男子が載ってる写真集です、よろしくお願いします。
これどうやって買えるの？どうやって買えるんですか？Amazon もしくはあの、はい、足立区の書店さんでいくつか扱ってもらってます、はい、北千住駅でも使ってますんで、はい、書店さんそうですか、はいはい、ということでぜひぜひもう増刷決定でね、そうですね、ますます売っていきたいと、はい、多くの方に見ていただきたいですね、はい、で今年か来年は今度は足立工場女子ね、やってもらいたいですね、紙面を飾る女子をね、ぜひお願いしたい紙面はもうさすがに飾れないのでねはい、ということで、あっという間の60分になりました。もうマークもありがとうございます。で来月からぜひよろしくお願いします。お願いします、次回は8月22日、ゆうこさんデビューします。 MC よろしくお願いします。今日はありがとうございました。君だけを探して